そのカラオケとかよく行ってたんですよ。全くしてこなかったんで、いやこれどうしよう、どうしたもんかと思って、とりあえずじゃあ俺が今できることって何だろうって考えた時に、オーディションを受けまくれと思って、もう100発やったら1発当たるだろうっていう考えで、本当にもう学校帰ったら角間にある本屋さんに全部回って、雑誌バッて見て、あここちょっと俺のスタイルと似てるなっていうところをピックアップしていって、本の事務所を受け続けるも全て不合格。そんな時、その受けてる最中にたまたま2012年にその SM グローバルオーディション日本で初っていう記事を見て、わっこれだって思って、もう本当にダンスも歌も初心者なのに、とりあえず受けてみよう、まあ、これも挑戦経験だと思って受けてみましたね。しかし1万人受けて合格者が出るのは、저는오사카의카도마시라는곳에서태어났고요저는유치원때부터축구를하기시작했어요그러다가중학교고등학교까지했는데그때사춘기가와서이제축구를할까말까고민했었어요제가근데그때우연히 TV 에서동방신기선배님들을봤는데되게아티스트느낌이났어요그래서좋았어요거기서되게춤이나노래를멋있게하는모습을보고저도그런사람들처럼되고싶다라는생각이들어서2012년글로벌을전보고여기에오게됐어요わずか3人程度と言われるほどの狭き門。やりたいことがあったとして、もしそれをやらなかったら、やらなかった時の後悔の方がでかいんだろうなって思ったので、とりあえずやってみよう、もうその結果はどうあれやったことに意味を見出そうって思ってましたね。もうすごい人だったんですよ。すごい人で、なんかもう帰ろうかなって一瞬思ったんですよ。なんか俺絶対場違いだと思って、でその10人ぐらい一斉にバッて部屋に入れられて、順番に歌を歌ったりダンスをしたりするんですよね。何をしたかも覚えてないぐらい多分テンパってたと思うんですけど、まあなんとかそのオーディションをやりきってSM エンターテインメントに合格したという話です。はい、家族はもちろん、まあ最初は反対でしたね。高校を中退しないといけないで、まあそれは母と父は10代の僕を海外に送るっていうことはやっぱり少なからず抵抗があったと思うんですけど、その時に僕はあの父の泣いてる姿を初めて見ましたね。なんかこれマジで中途半端で終われねえなって思いましたね。いやでもあのチャンミさんが来てくれたということで、はい、すごい嬉しく思ってますし、まあ、僕が実はあの韓国に来るきっかけとなったのがあの東新規先輩の、舞台を見てということなので、すごく嬉しく思っています。そういう話を あちこちでちょっと聞いたのがあったんですけど、実は、はい、どうしてもそれが信じられなくてなんでですか？それが本当本当のユータの、事実のことであるのかな、それか他の社交辞令ってことですか？トレーニングの方たちが作ったなんかストーリーのための物語なのか。いや違いますよ。もしそうだったとしたらこんなに何年も先輩が好きですよっていう話はしませんよ僕は。いやいや本当に光栄です。ありがとうございます。練習の成果が目に見えなかった時っていうのはやっぱり辛かったですね。すごい悔しくて泣いた時もいっぱいありましたよ。ちっちゃい部屋で練習をするとこう汗で鏡が曇るんですよね。でそれは見えるから達成感につながるじゃないですか。だから深夜もう11、12時ぐらいから2時ぐらいまでもうずっと曲かけてダンスの練習して、でガラスが見えなくなったら帰ってました。もうやるしかねえなっていう感じでしたね。すっごいいろんなことがあったし、なんかもう全部投げ出したいなっていう時もすごいあったんですけど、それでも続けてきてこうやって今があるっていうのはすごい誇らしいですし、自分にもよく頑張ったなって言ってあげたいなと思います。저희가1년한번씩제일그연도에막열심히한사람연습생막뽑아서상주고막그랬거든요근데그제가있었던그3년동안은마크가매년뽑혔었어요와원래는유타가맨날받았다유타형받았다는그전설도들었어요유타가맨날받았다내가첫번째야아힘들어요아니요괜찮아요힘들어요저는솔직히기뻤지만그만큼더고민이많았었던것같아요
왜냐하면 저의 팀의 역할이라는 게 있다고 생각하는데 저는 개인적으로 팀의 구성을 생각했을 때 제가 어떤 분야를 잘할 수 있을까라는 생각이 너무 많았었던 것 같아요. 차영은 일단은 제가 처음 SM 들어왔을 때랑 거의 비슷하게 들어왔어요. 서로 약간 커가는 모습을 다 봤어요. 약간 처음 왔을 때부터 형도 완전 일본 사람. 진짜 일본 사람인데 이젠 막 한국말도 너무 잘하고 한국어로 막 농담도 하고 들이치는 거 보면 진짜 약간 대단한 것 같았어요. 아, 찬민 산 또 하이. 初めて 会った時の こと 覚えてます? あ、 覚えてます? 覚えてます? あ、 僕は あ、 覚えてはいるんですけど あの、 具体的に どんな 話をしてたのか そこまでは 正直に言うと ちょっと あの、 僕は 覚えてて 会った時に 日本語で 喋ってくれたんですよね 僕に。 はいはい。 で、 僕 その時 韓国語も まだ 分からない 状態で すごい 不安な中で こう初めて東新規先輩にこうばったり会った時にチャンミンさんがお前が日本人初の練習生かとこうパンパンって肩を叩きながらいや頑張れ応援してるよって辛いことあればいつでも話してこいよって言ってくれたのを僕は今でもすごい覚えててなんかそういうことってこう初めてでこう不安で何をしていいかわからない状況で僕の大好きな先輩にそういう声をかけてくれたこと自体が僕はすごく嬉しくて何を言ってるんですか本当に